人僧は、李氏朝鮮の第十二代国王。意味縄、字は、天だね。送り縄、栄康子根、文井武明祝金高志大王。父は、第十一代国王。中僧、母は、小高志王孝陰氏。朝鮮王朝の歴代君主中、最も在位期間が短い君主として知られる。中僧と小高志王孝陰氏の子として1515 15年に、 誕生。同母姉に、高江公主、異母帝に、名高志らがいる。1520年に、王政史に作立され、1522年に、聖金館に入学して、儒学を収めた。彼は、静かな性格で、兄弟愛が強く、姉の高江公主が死去した際には、悲しみで病床に伏し、中層が病気になると自ら毒味し、冬の寒さの中で、 木欲再開して、夕方から明け方まで父の回復を祈った。しかし、義理の母の文帝王皇因子は意地悪く再疑心の強い女性であったため、人相を非常に苦しめ、何度も火事などで殺されそうになる。1544年11月に、中層の皇居に伴い即位し、父が在世中に改革を試みたが果たせず、異物として残っていた宮中の腐敗を撤廃しようと、 試みた。その中には、中層時代に、超高層の提案によって設置され、一度は廃止されていた権利家の復活も含まれる。しかし、生来病弱であった人層は、在世中も病のために、十分には政務を果たすことができなかった。1545年、即位から8ヶ月後に公居した。両母である、公領が、軽気道かやに設けられた。死後、異母帝である、 喜びげ王君が第十三代国王民衆として即位した。人宗が手がけようとした政治改革は多くの家臣たち、特に人宗の義理の母の文帝王公の弟の陰、元公に警戒された。人宗の死後、実母の正隆王公の兄である、陰つとをはじめとする、大陰派と文帝王公の兄である、陰元郎、陰元公をはじめとする、 商品派との勢力争いが起こり、敗れた、インツトムは1545年に、玉物死された。いずれの人に間にもこはなく、人相の血を引く子孫はいない。11中僧12人僧、13民衆、特教大陰君14戦争。ありがとうございます。